さあ本日は読谷村長浜にありますビューティーシースパへお邪魔しています本日はビューティーシースパのウェブさんからいろいろお話を伺っていこうと思いますウェブさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお願いします早速なんですけれどもウェブさんここのビューティーシースパどういった場所サロンになっているのか教えていただいてもよろしいですかはい、えー、ビューティーシースパは 村ンン長浜にありまして、目の前にエメラルドの海が広がる癒しのスパになっております。ありがとうございます、ちょうど私たちの目の前も海が広がっていますよね、お客様からの,その施術を受けられる際に見える癒しの空間っていう形で、こちらのサロンは、えー、今、経営されているっていう形ですね。 はい、いありがとうございます。ではこちらの、えー、ビューティーシースパなんですけれどもいろいろこだわりがありそうなんですがこだわっている部分だったり、えー、そういった思いなども聞かせてもらってもいいですか、はいえー、特にこだわりはもうとにかくゆっくり過ごしていただきたいという空間をあの作っています。で一組一組。 のあのプライベートの空間なので他のお客様と鉢合わせすることなくゆっくり過ごしていただけるのが特徴の一つになってましてなのであの男性女性関係なくあの本当に芯からなんかリラックスしてるなっていうのがお客様の様子を見ていつも体感してます。ありががとううううございいいますやっぱそういうお客様同士がこう合わ,合わないようなよ 特別なこうスペシャルな空間というのがやはりこのサロンのこだわっている部分だったりお客様喜ばれる部分なのかなと思うんですけれどもあの客層も聞いてもいいですかお客様が県内だけなのかもしくは外国人のお客様もいらっしゃるのかなどそういったのもちょこっっと伺ってもいいですか当、はいえー、サロンは県外の観光の方とあと外国人。 の方と、まあ、地元の方、そうですね、もう全体的にはい来ていただいてます。ありがとうございます。ではこちらなんですけれども、ビューティーシースパえー、どのようなコース施術を受けられるのでしょう、受けることができるのか教えてください。はい、ビューティーシースパはあのタラソテラピーといいまして、うん、海洋療法をあの目的とした。 リラクゼーションをあの行っておりますで海洋療法はあの海藻だったり海水でお塩だったり海霊で海の泥だったりを用いたあの、まあ、治療法っていうふうに言われてるんですけれども、まあ、フランスが発祥の,、うん、あのセラピーになりましてで、まあ、経費吸収という皮膚からの吸収方法で、まあ、私たちに人間に必要な栄養素を取り入れていくことで、うん、体の まあ掃除といいますか、まあ、デトックスだったり栄養素を補給して、まあ、体をきれいにしていくことで、まあ、基礎代謝を上げてよりこうパワフルなリフレッシュをあの得られる、はい、コースになっていいまますすありがとうございますその施術を受けて癒される疲れが取れるというだけではなくてその体の中からこうリフレッシュでさらにエネルギッシュになるような。 形なんですかね。はい、はい、とても素敵な、えー、サロンなんですけれども、そのまあいろいろコースがあるかと思うんですが、先ほど男性も女性もはい施、はい、術を受けることができるということもおっしゃっていました。あの人気のコースも教えていただけますか。はい、まあ、やっぱりタラソを組み合わせたあのコースが一番人気で、まあ、ただあの通常マッサージをするより、まあ、お体をしっかり温めてで。 あのマッサージをした方がより深くリラックスだったりリフレッシュができるので,でタラソはあの体を温めてサウナではないんですけどあのヒートマットという温かいマットの方で全身パック海藻パックをつけた後にあとにくるんでいきます。 ていると同時に発汗しているような、はい、イメージで、まあ、お客様によってもサウナより汗かくとか、はい、でただ汗をかいているだけじゃなくてミネラル補給もできるのですごくあの、まあ、健康的に発汗ができるコースに組み合わせてさらにあのボディマッサージだったり、まあ、お顔のケアだったり、まあまあ、ヘッドマッサージヘッドは特に人気がありましてボディヘッドのコースが。 一番今人気がが高いいいかなとと、はいはい、思まますすありがとうございますその女性も男性も受けられるといったところで嬉しいコースになっているかなと思うんですけれども今この番組を聞いてくださっている方にあのまたメッセージも頂戴できたらと思うんですけれども、はい、お願いしてもいいですか。はい、はいえー 当サロンであの自分を癒していくっていうことがすごく大切なんだなっていうことを本当に体感してほしくてでもう自分を大切にしていくっていうところにつながっていっていただきたいなとでそれのまたお手伝いが私たちもできればなと常に日々思いながらお客様に。 お接してます。はい。なのでぜひあの疲れが取れないなとか、うん、あの癒したいな自分を癒したいなと思ったらあのぜひビューティーシースパにあのご宿ください。うん、はいお待ちしてます。ありがとうございます。えー、今日はビューティーシースパで、えー、ウェブさんからお話を伺っていきました。ウェブさんありがとうございました。はいありがとうございます。